リチャード・ガードナー・シャウプは、アメリカ合衆国の政治家、共和党員、アメリカ合衆国会議員。シャウプは1923年11月29日、イダホ州レムヒグン・サーモンで生まれた。祖,祖父のジョージ・シャウプは、初代アイダホ州知事を務め、同州初のアメリカ合衆国上院議員を務めた人物であった。サーモンの公立学校を卒業後、1950年に、 モンタナ州水浦のモンタナ大学で学士号を取得した。第二次世界大戦中の1943年から1946年まで、アメリカ陸軍の欧州地域や戦法兵部隊に所属。1951年から1952年まで、朝鮮戦争に従軍した。戦後は、水浦でランドリーとドライクリーニングの事業を経営していた。 1963年に水浦市議会議員に就任して以降、水浦市議会議長などを務め、1967年に第38代水浦市長に就任した。シャウプは市長として老朽化が進んでいた新市庁舎の建設を進め、モンタナ大学でベトナム戦争に関する反戦デモが起こった際には、選挙された建物の解放交渉を行った。 1970年、共和党から連邦会員議員選挙に出馬して当選後、2選を果たした。会議員として、ガン治療、ベトナム戦争の行方不明兵士、エネルギー開発、牛肉製品の適切な表示などの問題に関わった。また、シャウプは1974年1月2日に発行した北東部鉄道法の成立に大きな貢献を果たした。 同法は、アメリカ北東部の鉄道路線の復旧、再構築を目指すもので、1976年の鉄道活性化及び規制法や1980年のスタッガーズ、レール法などの鉄道関連法案の基礎となった。その後、3期目を目指した1974年選挙で、民主党のマックス・ボーカスに敗れ、1 2千0秒以上の差をつけられ落選した。政界引退後は、 1975年から1984年までユニオンパシフィック鉄道のワシントン駐在員として働いていた。1995年11月25日に水浦で亡くなった。ありがとうございます。